どうも陽次郎です。はい、今日はですね、3月26日に、ついに、プロ野球が開幕しましたね。はい、僕は、千葉ロッテと横浜 DeNA を応援してるんですけども、まあ、ロッテを好きになった理由が、まあ、武田愛菜、ナッツということで、ナッツの影響で、ロッテが好きになりました。で、もうここ2、3年かな、ずっとロッテを応援してるんですけども、去年が2位ということでね、今年もね、どんどん、まあ、クライマックスでね、ソフトバンク、追い込みましたから、今年は、もうね、その勢いを胸にね、もう井口体制で、今年こそ優勝をと思って、26日から、それこそ開幕戦の相手がね、ソフトバンクということでね、まあ、7日で言ったら、宮瀬玲奈、バーサス武田愛菜みたいな、まあ、地元ね、レイニはね、福岡なんで、ナッチが千葉ということでね、まあ、そういう武田バーサス、宮瀬みたいな感じになりましたけど、で、開幕戦が、ね、ひどかったですね。なかなかね、8対2ということでね、なかなか厳しい試合になりましたね。もうホームランもね、両チーム合わせて6本出ましたけども、まあ大体ね、もう打たれちゃいましたね。今宮、シュート、柳田、甲斐ということでね、こっちはマーティンと吉田が打ったですね、なかなか、厳しい試合になりましたね。はい。で、第2戦がですね、3対2。これ惜しかったんですよね。なんかこの日多分サッカー見てたのかな。なんか途中まで見てて、で回しちゃったんですけど、僕がね見てた時は勝ってたんですけども、その後ハーマン投手ですかね、ハーマン投手が捕まっちゃって、で最後は、さよならということでね、結構嫌な負け方しちゃいましたね。いや、で最終戦は、最終戦面白かったですね。6対5なんですけども、ほとんどもう絶対絶命というか、もうほとんど息をね止められてたんですけども、最後の最後でね、もうフルカウントぐらいかな、それもそこまで追い込まれて、最後、菅野外野手が、ね、同点のツーランを打つ、あれはね熱かったですね。でもその後、いやー、ちょっとね、踏ん張れなかったですね。最後確か川島さんでしたね、川島慶三さんですよね、打たれたの。やられましたね。で、結局ね、3連敗ということで、いやー、結構痛いですね。3連敗でスタートして、で、まあ、昨日は楽天でしたけども、0-5でしたね。困りましたね。昨日見てましたけど、これはもう、あ、もう無理だって思いましたね。岸投手が、完璧すぎて、まあ、小島投手も良かったんですよね。厳しかったですね。で、昨日は諦めて、もう聞き換えて、今日だと思って、臨んだら、今日1対1、1対2ってことでね。いやー、でも、いい試合でしたけどね。結構、チャンスも作ったんですけども。まあ、1本出なかったですね。で、これですね、開幕5連敗ということでね。まさかの0勝5敗でございます。そんな、ね、パリーグ、スタートダッシュはもう完全にね、失敗しましたね。でも、まだね、まだ3月ですから、まあ、開幕してね、まあ、まだ、5日6日ということでね、ここからまだまだ、巻き返せると信じて、今後ともね、応援していきます。そしてね、4月10日にはついにね、ナッチが帰ってくるんで、もしかしたらナッチが復帰したら、ロッテまで上り調子に行くかもしれない。勝利の女神のね、帰りを、待っております。